はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。クリスタルシャワー、コンシェルジュの夜会。輝く星の下で今夜もコンシェルジュたちが語るのは明日のための情報番組。コードナンバー2013-0211、建国記念日22時オープンです。コードネーム、クリスタルボンボンルーディとダイヤモンドミッチーナがお届けする今夜の情報シェアキーワードは、コックハク。なんだかワクワクしますね。今日のクリスタル情報が皆様のお役に立ちますように、スタッフ一同取材に飛び回っております。ねえ、ちょっと写真撮ってたら大きな街でそうなりましたよ。道なりす。はい、さあ14日にはチョコもらえるのかな、うん、ワクワクってなルーディでございます。何それ。はい、そりゃ。いえ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 。さあ今日のテーマ、告白ということなんですが、一、はい、つ告白します。はい、どうぞ。金曜日にこのオープニングの原稿書いたんですけど、うん、ジェッツ10連勝って書いちゃいました。え、はい。残念ながら今日試合がありまして、はい、9連勝でストップ。あら、残念だった。でも頑張りましたね。うん、ちょっと昨日ね、うん、エースがちょっと事情があって退場しまして、あ、そう。今日出場停止という。やっぱりね。はい。ただまあその中でね、よくこう非常にいいゲームをやって惜しかったってところだったので。でもね、先に10連勝って書いて言うぞみたいな感じだったんですけど、うんうん、先ほど差し替えをいたしまして。でもほら、未来日記じゃないけどね、そうやってオリンピックのボクシングの村田選手なんかも、はい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 、ね、奥様が冷蔵庫に貼ってね、うん、そうそうそう、そういうのやっぱり大事です、ね、大事大事。はい、さあまた切り替えてね、はい、頑張ってもらいたいなと思いますが、はい、はい、ということで、今日のコーナー紹介お願いします、ね、はい、了解ですよ、はい。クリスタルシャワーは3つのコーナーで構成されています。未来のゆるりタイムでは皆様の心がホッとする情報をお届けします。ミュージックシャワー、ルディ&ミッチーがセレクトのお気に入りや隠れている素敵な曲をご紹介します。エピソード付きのリクエストも大歓迎です。クリスタルズーランですね。さあ、このコーナーは皆様からの身近な動物情報や専門分野の方々からのおすすめ、ハートフルなお話が満載でございます。クリスタルシャワーの合言葉はご一緒に、30分じゃ足りない。だから始めなきゃ。そうだね。2013年2月11日、ルーディとミッチーナのクリスタルシャワーの始まりです。ゆらりゆるりタイム。このコーナーでは毎週皆様の心がホッとする情報をお届けします。心が緩めば何かが変わる。きっとあなたにぴったりなことが見つかるはずです。ダイヤモンドミッチーナおすすめの今週のゆらりゆるりタイム、テーマは告白。とっくに忘れたふりをして、気づかないふりをして、いつも通りの一日が終わる。あなたからの突然の告白、嬉しかった。だけど逆戻りする勇気もなくて、ふとした瞬間に突然時間が後戻りして、胸がキュッと縮まる感覚。もう昔のことなのにね。私は大丈夫。鏡の中の自分に静かに強く言い聞かせて目を閉じる。毎晩月明かりの下でひそやかに行われる浄化の儀式。今夜はラジオネーム人妻歴24年さんからいただいた詩をご紹介しました。お付き合いしていた彼が結婚式の1ヶ月前に、やっぱり君が好きだ、
結婚しないでくれと告白があったそうです、ね、事情があって別れてしまった彼からの告白、とても嬉しかったけれど、今となってはいい思い出だなって。切ないね。私も胸キュンしちゃいました。恋ってね、タイミングなんですよね。人妻歴24年さん、ありがとうございました。リクエストもいただきましたよ。告白をしてくれた彼が大好きだった曲だそうです。ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン、聴いてください。